フォトナは変わった。シーズン10開始とともにロボットが追加された。プレイヤーはその膨大な体力&攻撃力に混乱した。その混乱ぶりはシーズン7に飛行機が追加された時と肩を並べるかもしれない。怒りのあまりチンパンジーになってしまうプレイヤーも出てきてしまった。案の定ツイッターではロボットと検索すると検索候補欄に消せという文字が出るぐらいの大論争となっている。今回はその問題に対する知性派チンパンジーの考えを言っていく動画である。はい、ということでね、田中球児です。茶番にもあった通り、今回はね、シーズン10で追加されたねロボットについてね、いろいろね喋っていく動画っすね。はい、でまずね、シーズン10でロボットがね追加されたことをね知らない人向けにね、ロボットの大体のね性能をね話していきたいと思います。はい、でロボットのね正式名称 BRUTE はね、まあね、どういう機能があるかっていうと、まずはねミサイルを撃つ機能、ミサイルを撃つ機能と、次にね、ガトリング、まあショットガンか、ショットガン撃つ機能と、あとね自爆機能がある感じですね。各々がねわりかし強機能で、プラス体力が1000あるんですよ。もうね盛りだくさんみたいなねロボットなんでね、現在ね、進行中で叩かれてるっていう感じですね。はい、でこのね、なんだろう、 BRUT のね騒動はね、正直ね、飛行機をね追加された時のねなんか流れと似てる感じするんだよね。シーズン7に飛行機ことね X4 ストームウィンガーね追加されて、その強さに結構ね批判を受けてね、まあ、弱体化されてシーズン8には消えちゃったんだけど、まあね、その冒頭の飛行機のねその暴れっぷりを思い出すぐらいのね強さとその批判のされ方かな。うん、でね、まずね、最初にね、まあ、簡単に言っちゃうとね、俺自身がこのロボットをね削除すべきかどうかについてね、どう思ってるかっていうと、自分はですね削除すべきではないと思っております。はい、これをね、聞いた瞬間にね多分ねめっちゃキレてるね、人々もねいるでしょう。はい、ちょっとね待ってほしい、ちょっと待ってほしい。あのですね、皆さんちょっとねお気づきかちょっとねわからないんですけど、シーズン10のパッチノートをぜひ1回見てください。で今ですねシーズン10のパッチノート見ながら話してるんだけど、見てもらえばわかるんですけど、実はですねシーズン10ロボット以外のアップデート、バトル1に限って言えばほぼありません。本当にほぼありません。うん、なんでねロボットをなくしちゃうと、あのですねシーズン10ねマップの変化を多少しただけの悲しいシーズンになっちゃうんですよ。まあ、逆説的に言うとシーズン10にとってロボットはね今ね限りなくね大事な要素なんだよ。ちょっとね実例を見せる。今ねこれブルームテックっていう電子タバコなんだけど、あこれやばい、タバコって言って発狂する人いんな。電子タバコなんだけど、まあね発狂しないでね、発狂しないで、発狂しないでね。でこのブルームテックっていうのがあるんだけど、このブルームテックを見ていただくと分かるように、ブルームテックの、ね、にはこんな感じでね、なんていうんだっけ、この本体部分とこのなんだろう、なんていうのね、この液リキッドっていうの分かんないけど、まあそのね、なんだろう、まあなんだろう、別売部分があるんだけど、ロボットは、これなんだよ、別売部分なんだよ。でブルームテックのこの本体はフォートナイトなんだ。今ねシーズン10ってことでね、こうやってね今ねこれでやっとシーズン10になってるね。でこれなくしちゃうと、何も変わってないし、ただのフォートナイトじゃねみたいな、ただのシーズン9のフォートナイトじゃねみたいになっちゃってるんで、これ結構分かりやすくない？例えとして微妙だった。うん、タバコで出たことで発狂する人いる？まあそれは置いといてね。はい、今のねブルームテックの例えは置いといてね。まあこんな感じでね、今ですねロボットがないとね正直シーズン10足りえないんですよね。シーズン9からただね、ボーラーとかフリントノックピストルとか消えただけのね、保管庫に行っただけの、ね、シーズンになっちゃうんですよ。それじゃ悲しくない？なんでね自分はですねシーズン10のね、追加要素がねある程度揃うまでロボットはねいてもいいかなと思ってます。はい、正直ね。であとね、弱体化をねどう思ってるかっていうね意見もあると思うんだよね。俺自身はね弱体化はしてもいいと思うけど、慎重に弱体化ねした方がいいと思うんだよね。なんでかっていうと、フォートナイトねあるあるなんだけど、まあねフォートナイトってユーザーの意見聞くじゃん、それの弊害とまでは言わない、まあ弊害かなマジで、まあ、弊害って言っちゃうけど、あのですねユーザーの意見聞きすぎて使い物にもなんないね、武器を、ね、生み出す可能性高いんですよ。最近ではドラムガン、
ドラムガンね、ユーザーの意見で戻ってきたんだけど、ユーザーの意見で、あれじゃないですか、強すぎるっていう理由でね、弱体化もう食らったんですよ。最初はね、みんなね、もうね、うおードラムガンだって喜んでたのに、あのね、今1週間も経たないな、2日もすればね、ドラムガンブー、ドラムガン、誰だよ、ドラムガン追加したの、マジで。どうせキッズだろっていう感じで、ですね、みんなね、クッて手のひらクッて返して、ドラムガンね、弱体化ね、する方向に移った結果ね、ドラムガンはね、もはやね、誰も使ってないとは言わないけど、僕ね、99% の人に使わないぐらいのね、雑魚武器となってしまったわけですよ、はい。なんでね、自分はですね、ドラムガン以外にも、あとね、コンパクトサブマシンガン、っていう武器あったじゃん。あれも武器もね、最初強かったんだけど、ユーザーの意見聞きすぎたら、もうね、誰も使えないようなゴミ武器になったわけですよ。フォートナイトはね、そういう、なんだろう、嫌いがあるのね。まあ、なんだろう、ユーザーの意見を聞くっていうことは大事なんだけど、それをしすぎて、ほんと、ゴミの武器っていうの、ゴミの乗り物とかをね、生み出すんですよ、本当に。あのですね、だからね、そのロボットはシーズン10の目玉要素なんで、弱体化はほんと慎重にね、やった方がいいかなって感じてんだよね。飛行機もそうだったんで、飛行機も、まあ、当社すげえ強かったけど、終盤の方正直、これ、いるなんか飛行機ちゃんいますいりますかみたいなぐらい弱くなってたんだよね。うん。あのね、ユーザーの意見、まあ、聞くのは重要なんだけど、やりすぎると本当にね、もう誰も乗んないものができちゃうから、シーズン10の目玉要素はね、そうなんないでほしいんだよね。だからね、弱体化してもいいと思うけど、まあもうちょっと慎重に、ってかね、慎重にやった方がいいかなっていう感じである。あと、他の意見で、ロボットありモードとなしモード分けてみたらみたいな意見があると思うんだけどね、俺はね、それしなくていいかなと思うんだよね。まあアリーナとかはね、出さなくていいと思うんだけど、まあ通常のモードだったらぶっちゃけ出してもいいのかなと思う、正直。ずっとね、ロボット。まあ、アリーナで、そのガチ用のモードだと、そのロボット出さないで、その普通のモードだと、まあ、別のお祭りモードみたいなもんですよ、みたいなノリで、ロボット居続けてもいいと思うんだよね。あとね、モード2つに分けると、あのね、どっちかかそるんだよね。俺の予想だと、ロボットなしモードが、流行って、ロボットありモードがかそって、結局いらなくねって言って、ロボット消されるみたいな流れが安易に読めるから、まあ、そうなるとシーズン10って何なのみたいなとこあるからね、はい、マップ変化しただけみたいな感じになっちゃうんで、俺はね、あとね、分けない方がいいと思うね。あと、PC 版限定なんだけど、あのね、2個に分けるとね、PC 版多分人口ね、マジでかそる。あのね、PC 版のその深夜だとね、ほんとね、人いないんですよ、今。なんでね、そのマジでね、なんかね、ほんと村みたいになってから、その2つに分けると、もうね、村どころかもうね、あれだからね、自分の家しかないみたいな、集落ですらないみたいになっちゃうから、個人的に分けるべきじゃないかなと思うね。うん。まあ、あとはなんだろうね。でもね、あとロボット限定モード出すのは面白いかなと思って、ね、あの昔あったじゃん、飛行機限定モードみたいな、飛行機を撃ち落とすみたいな、ああいうモードはね、俺は全然出してもいいと思うんだよね。俺がさっき言ったのは、ロボットありモード、普通のものロボットあり、普通のものロボットなしを、その分けるのは微妙かなっていうのね、はい。まあ、でもこう言うと多分ね、アリーナと通常モードのルールをそんなに変えて大丈夫ですかって、通常モードもアリーナもちゃんと延長戦にあるべきだという意見があると思いますからね、それを問題を、ね、話すとね、またね、別個の動画になるぐらいね、多分長くなると思うんで、ここではね、省略させてもらいたいと思います。はい。で、ここから本音なんだけど、ぶっちゃけ弱体化されると思う。あのね、フォートナイトはね、あのね、もう流れから見ると、あのね、みんな心配しなくてもいい。正直、君らの意見通り弱体化されるから、どうせ。多分ね、俺の予想だと、ロボットは多分使い物にならないぐらい弱体化される可能性は多分にあると思う、マジで。本当に。ロボット消せって言ってる人が結構いるから、まあその人たちの意見ってね、結構大きいんですよ。なんでかっていうと、いいと思ってる人は言わないんですよ、基本的にツイッターで。ロボットいいねなんていうよりも、やっぱね、負のエネルギーの強いんですよ。やっぱ、うぜとか、殺されて死ねみたいな感じの、負のエネルギーの強くて、まあ公式ツイッターに突撃して、まあ多分、まあ日本のツイッターを見てるらしいんで、で、それで、まあ影響を受けて、まあ弱体化みたいな食らうと思うんで、ぶっちゃけ心配しなくてもいいと思う、ロボット削除派の人は。削除、まあ、されると同等レベルの弱体化食らうんじゃねえかなと俺は思うね。うん。なんでね、もうシーズン中終わりとともにね、飛行機みたいにね、削除されるかもね。まあそうなるとちょっと悲しいんだけどね、フォートナイトね。うん。あとね、このシーズン10アップでね、俺は評価してるんですよ、実は。俺自身はね、このシーズン10のアップで評価してて、なんでかっていうと、ロボット以外のアップデートがね、ほぼないっていうのはね、ある意味いいことなんだよ。なんでかっていうと、調整って意味だとね。なんでかっていうと、ロボット弱体化すると、
もうそれで調整割るのね。例えばさ、新武器投入とか建築買いましたとかやっちゃうと、もういろんな要素がもうふわーってなってカオスになってわけわかんなくなるんだけど、調整が難しくなるんだけど、1個の要素しかほぼ追加しないからあれなんだよね。そのロボット弱体化すればいいし、調整はだからなんて言うんだ、調整が楽でいいように済ましてるから、ある意味俺このシーズン中のアップデートはシンプルイズアベストじゃないけど、アップデートその種類が少ないっていうのは、まあ、ある意味調整としてはいいかなっていう感じがする。はいはい、こんな感じでね、まあ、ロボットについてにいろいろ喋っていきましたが、まあ皆さんのねロボットに関する意見はどうですかね。はい、まあね、いろいろあると思います。ロボット消してほしいとか、このままでいいとかね、いろいろ意見あると思いますがね、まあね、コメント欄に書いてくれればね、まあ一通り読んでね、こんな意見があるんだなみたいな、なんだろう参考には別にしないな別に俺公式じゃないし、まあいろんな意見があるんだなと思えるんで、はい、ぜひ書いてください。はい、まあね、今回ね、こんな感じで終わりたいと思います。はい、あ、最後に言っとくと、あのな、俺にロボット使うね、これが一番重要だからな、この動画で言いたかったこと。俺にロボット使うな、俺はロボット使うけどな。じゃあ終わります。おつ届かねえわカメラ。